ルアーズチャンピオンズエディションの4番目のバージョンが登場します。ルアーズは124回目の全米オープン選手権を記念してザ・チャンピオンズエディションを発表しました。2021年から毎年続くこのチャンピオンズエディションは、21年にファーストフィルのバーボンタル、22年にアメリカンオークとライムギタル、23年にラパバレーの赤ワインタル、そして24年はファーストフィルのライウイスキータルでフィニッシュされています。マスターブレンダーオブザイヤーを5回受賞したステファニー・マクロードによると、ファーストフィルのライウイスキータルの独特の特徴が融合し、スコッチウイスキーの豊かな伝統とゴルフの普及の魅力の両方に敬意を表する風味のシンフォニーが生まれました。一口飲むごとにシナモンとココアの香りが口の中に広がり、滑らかな余韻が口の中に残ります。ルアーズ19年チャンピオンズエディション2024はアルコール度数 43%、 750ml で1本の値段は$80、 13,000円で販売されます。また合わせて第124回全米オープンの公式カクテルレモンエッジを再発表しています。柑橘系の爽やかなカクテルは高く評価されているルアーズ12年をベースにレモネードとクラブソーダを加えて作られており、このカクテルを楽しみながら全米オープンを楽しみ、18ホールが終わった後にチャンピオンズエディションを楽しむといういい流れができそうですね。